赤2枚とクリーム1枚を重ねて半分に切ります。六山タイプの蛇腹折り型紙を用意し、半分から下のところにお花紙をセットします。型紙で挟んで蛇腹に折ったら型紙から引き抜きます。それを真ん中で切り半分に折ります。めくった時に赤が見える方が右上に来るように置き、鉛筆で花びら半分の形を描きます。矢印の部分は切り落としません。線に沿って切り取ったら開いて真ん中をホッチキスで留めます。